え皆さん、こんにちは。えー、と本日もおいでいただきましてありがとうございます。えー、また、インベストメントブリッジが開催するブリッジライブセミナー、あのライブであの配信しております。えー、そちらの方にもご視聴いただきありがとうございまますすす、えー、進行を務めますインンベストメントメブリッジの穂坂ですよろししくお願いいたします。 えと本日のブリッジライブセミナーはですねあの再度、えー、ゲストに井村さんをお呼びして、えー、ジェッピー井村氏の投資に至る全プロセス後編ということで、えー、お話を伺うことにしております。 さて、セミナー開始する前に、あの、いつもなんですけども、えっと、当社、インベストメントブリッジについて簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。当社は投資家と企業の架け橋ということを掲げて、投資家の皆様に多くの上場企業の IR 情報を提供しております。その方法として大きく2つありまして、1つは、この後開催します、個人投資家向けセミナー、IR セミナーですね。今回ブリ、プレミアムブリッジサロンということですけども、 と会社の創業以来、東京、大阪中心にこれまで500回以上開催してきました。今回のプレミアムブリッジサロンはこの後10月30日まで開催いたしますので、毎週土曜日ですね。来週はお休みですけど、ぜひライブ配信、引き続きご覧いただきたいと思います。それからもう一つはウェブサイトでブリッジサロンというサイトを運営しております。 こちらには当社のアナリストが執筆した IR レポート、ブリッジレポートのほか IR プレゼンテーション動画など非常に様々な企業の情報をネットを通じて投資家の皆様にご提供しておりますので、ぜひ今日初めてこれをご覧いただいた方には引き続き見ていただければなと思います。えっと、それでは本日のセミナー始めていきたいと思います。井村さん、本日もよろしくお願いいたします。 マイクスイッチを入れてす、はい、すみません入れてませんでした、はい、申し訳ございません。はい、はい、よろしくお願いいたします。改めまして、えー、投資家の井村でございます。皆様よろしくお願いします。ありがじゃあ,あ<っ>ちょっと簡単にえっ、ー、と今日はですね井村さんにまず40分ほどお話ああいただいてその後おおまあ10分程度と Q&A ということで、えー、皆様からあのー、チャットの方へですね質問をまずおつけあの受け付けてまいります。 え、常時チャットで受け付けてますのでお気軽にご投稿ください。ただ時間の関係もあるので全ての質問にお答えできるかどうかはちょっと不明ですのでその点はご了承ください。え、またこのセミナーはあくまでも株式投資に関する一般的な参考情報を提供するものでありまして、え、今さんのお話の中でもあの個別の銘柄の話の名前も出てきますけども、まあそういった場合にも個別銘柄の投資を推奨するもの、それから売買のタイミングをご提供するものでは決してありません。 ませんので仮にこのセミナーの後に投資を行ってその結果ということについても当社及び井村さんには一切の責任がないということだけはお断りしておきますのでご了解ください、えー、と井村さん本日はですね絶品井村氏の投資に至る全プロセス後編ということで。 前々回はですね、あの、非常にちょっと時間が足らずに <laughs>、あの、お話しいただけなかった部分もありましたので、まあ、せっかく全16のプロセスということを公開していただくんでですね、もう少し時間をとって、後半、10番の IR ヒアリングから16番の実際の投資といったプロセスについてお話を伺うと思います。では、あの、さんにお任せしますのでよろしくお願いします。はい、皆様、改めまして井村でございます。皆さんよろしくお願いいたします。 えっと前回、すみません、3週間前ぐらい、2週間前とかですね 2> 2週、お話しさせていただいたんですが、すごくとんでもなく懸け橋になっ,たがなってしまい、かつ、内容も途中、はしょりはしょりで、質問もほぼ答えられずということになってしまったので、その反省を踏まえまして、サクサクサクというふうにいかせていただきたいと思ってますま、ああ自己紹介って前回もやらせていただいたので、そこはちょっと割愛ということで、ただ前回より、まあ、でもや、 やめとくか、あの、はい、あの、<laughs> まあ、やめとく。やめます。あの、うん、今、まあ、ありがたいことに、えっと、金曜日締めぐらいで。えー、まあ、やめとくか、やめます。はい、すいません。いきます。<laughs> えっと、前回ですね。え、九、えー、番まで、えー、お話をさせていただいておりました。で,ね、で。 1>, 1番から5番っていうのが大体、銘柄発掘っていう作業を自分がしているもののお話ですよということをご説明させ上げましてで今日お話しするのは10番から16番ということでこちらをどちらかというとその深掘りどの銘柄に投資するべきなのかというのをこう検討する上で深掘っていくので使う工程、プロセスっていう話をさせていただきますで早速まあ10番のプロセスっていうお話です。 でこちらに、あ、えっと、IR ヒアリング,リングという話ですが、あの、 ヒアリングの心得っていうスライドを1枚作りましてで、まあ、3つのこうポイントがあるのかなということで3つ並べさせていただいてますでまずなんかえっと下からの説明になってしまうんですが、まあ、勘どころみたいなところでどういう目的のためにこのヒアリングっていうのをさせていただくかというところなんですが自分はいつもイメージしてるのはその収益構造っていうのを 理解しよう把握しよよううう把握とということ、まあ、どういうものを売ってで買う人は何のモチベーション何がうれしくてそのものを買ってでその売り上げの寄与するものは何パーセントぐらいであってでその売り上げを立てるのに一体どのぐらいの原価が必要で販管費が必要で,でそれのうちその変動費とか固定費の割合ってどのくらいで。 でそれがあのたくさん商材があってどの商材が伸びると全社の利益に一番貢献してくるのかとかこの辺りの何,何があのどういう数字になると、えー、業績が上がるかっていうところをこう聞くっていうのを主眼に今自分はこう。 ヒアリングをさせてていいただいてるとでそれ上で、まずその事前準備というのが多分ないと適切なご質問もできないですし、まあ、相手様のお時間を頂戴するという行為でもありますので、まあ、それはあの事業活動のお時間を頂戴するということになるのでそれはもうあのマナーとしても事前の準備としてこう会議の読み込み込とかその会社がどういうビジネスをやっているという概要は少なくとも把握をしなきゃいけないと。で聞く上であの KPI の把握っていうふうに書いてあるんですけど、まあえっと、それぞれあの全然その聞くポイントが違うかなと思ってまして、これだけ聞けば OK みたいなことって多分なくって、会社によってあの大事にしている数字っていうのが違うので、そこをまず自分の中であの整理をしておく必要があるのかなということで、KPI の把握というふうに書いてます。でそれをあの えっと、ヒアリング項目、じゃあその KPI がああの、例えばあ飲食店みたいな簡単なあの例だとすると,、まあえっと、店舗の増加数、どのくらいのペースで店舗を増やしていくのか、かつその既存の店舗はどのくらいのペースで既存店の売上を伸ばすのかとか、このあたりが多分おそらくヒアリングする上で大事なポイントになっていってで、その中で細かくすると、いろんなブランドがあると、店舗の中でもいろんな業種、業態の えー、お店を出しているとでどこの業態のお店が伸びていてでそれぞれのブランドをどう強化していくのかとかをあらかじめそのヒアリング項目であの書いておくとでそこを重点的に聞く、まあ、そうじゃないともうあの時間がいくらあっても足らないみたいなことになってしまうので、うん、そこをまずやるで調べて分かるようなことはもうあの極力聞かないでおくということを自分は事前の準備としてしてます。 で二番なんか変大丈夫ですねこんな感じですね、はいええ、あのちょっと質問なんですけど、はい、今さんだいたい 企業研究とか銘柄を研究するとき大体、IR ヒアリング、IR 会社に電話をして、IR 担当の方にお話を聞くという作業はほとんどの会社でやるというところなんでそこまではできないですね、自分の頻度的なところを年で鳴らすと、やっぱり決算とか忙期機開けた後とかにバーとかって、1日3件電話しちゃうとか、そんなのはありますけど、鳴らすとそうですね、多分ん2週間に一っとかになるんですかね、1週間ね 当まは投資家と企業の情報交換の架け橋をやってるんで、はい、まあ個人投資家の方にもね、うん、あのぜひこう IR ヒアリング、企業側にいろいろ情報、企業でないとわからないことって本当たくさんあると思うんで、うん、やっていただきたいと思うんですけど、うん、まあそうはいっても、先ほど井村さんおっしゃったように、やっぱり会社側もいろいろ時間の問題があるんで、うん、その効率よくなおかつ、うん、企業側にも、ああ、こういう質問を受けてよかったなって思ってもらうような、そういうなんか電話をしていただきたいなと、私は思ってましあそんなことの参考、ぜひ。 そういう意味で言うと多分こういう、まあ、ブレッジライブセミナーみたいなところの IR,、えー、IR の講演とかを企業さんがしてくださるのでその講演って多分。 あのもう深掘った人にとってはもう分かってるよっていう話にはなっちゃうかも分かんないんですけど初めましての企業さんの場合だったらどういう会社なんですっていうのをこうまとめたふうな内容になってると思うんで概要を把握するにはすごい適切なのかなとか<あ>でそれをもう聞いた上でまで、あ、自分の場合だったらもうメモりながら聞くんですけどここはどうなってるんだろうっていう疑問がおそらく湧いてくるのでその疑問を IR さんにぶつけさせていただくと、うん、そういうような流れがいいのかなというふうに思います。 大事にした方がいいのかなと、まあ、あの時折です、ねそのえっと、IR 側でもちょっとあまりにもその電話が多すぎるので電話対応やめましたとかそういう話がで投資家電話しすぎだよみたいなんで足元の数字を聞き出そうとみんな <laughs> 電話するみたいなそんなこともあったりすると、まあ、それはよろしくないよね、まあ、こちらの,そのフェアディスクロージャーみたいなところでそのお電話の窓口とかを開放してくださっているとでその流れをこう断ち切るようなことはもう、あの 個人投資家としても不利益になるのでそこの辺のマナーっていうのを踏まえないと僕たちのフェアディスクロージャーっていうのがなくなってしまうというところでマナーとしてはもうあの名前も名乗る、まあ、自分は本名を名乗って、まあ、投資家の誰々ですとで、まあ、投資をしている場合は投資をさせていただいておりますということを名乗らせていただいてで相手様の、えっと、担当とお名前っていうのを必ずメモって、まあ、何々かの。でここも細かい 小技というかあれなんですけどあの IR ってあの経営企画側の人がやるパターンと広報やるパターンと、まあ、専任のパターンといろいろあるんですけど経営企の場合だったら結構数字のことを知ってるなということ、うん、なのであのなんとなく言ってる数字じゃないかもなとかっていうのを分かるんですけど、まあ、ヒアリングで聞いたやつ全て丸々うのみにすると危険っちゃ危険なので,で例えば広報の方が言ってる数字なんかちょっと違うんじゃないかなとか例えばですよ うん、そういうその部署の方その方がどういうポジションの方なのかっていうのを把握んで取締役会に出てるとか警戒期出てるとかっていうのも多分加味しないとヒアリングした内容がちょっと違うとかっていうことになりかねないっていう意味もありいので、えっと、部署のとお名前を聞くということは自分はしてますありがとうございます。はいでまああの あの最近これごめんなさい2個目の,その希望時間っていうところに関しては自分のこう反省を込めてあの自分にも言い聞かせてるんですけどついなんか1時間くらいお電話させてもらっちゃったこととかがありましてこらはいかんなという反省を自分もしておりまして最初にやっぱりまあ まあ、当然ですよねそのビ、ビジネスの多分当然だと思うんですけどその取材の希望時間、えっと、20分ぐらいあのお話聞かせていただきたいんですけれどもお時間よろしいでしょうかあちょっと今すぐあのあの会議が次入ってましてまた改めてでもよろしいですかとかっていうお話になってあそうしましたらいつぐらいにお,あのお時間空きますかとかって言ってんじゃあ11時ぐらいじゃあ11時ぐらいにまた改めてお電話させていただきますとか、まあ、そんな感じで多分。 普通の話ですよねそのアポを取る普通の話のことなんですがそれをや,や,あのや,やるとで自分の,あのいつも思っているのはやっぱりその興味があってお電話させていただいていると御社のビジネスと御,御社の事業なのでそこを全こ面にアピールさせてもらうために好きあらば褒めるっていうのを自分はよくやってる、ね、これがもう社会的にもすごい素晴らしいですし、はい、あの業績もかなり伸びていくと求められていくのでみたいなことをもう好きあらば。 あのまあ、それでも本心で、思ってるので電話してるのでそもそも、そこをしっかりつき伝えてあげるということを考えてやっておりますあありがとうございここんなところです、はい、じゃあ、の他のプロセスもあるでしょうから例えばということで、多分そのとお見せできるような、えー、っとヒアリングのものっていうのを用意した方がええやろうということで、ちょっとこちらをあの用意しましたと、ちょっとちっちゃいですね。 えっとまあ今その投資まあ賞金あれちょっとっ拡大がなんでか拡大にならなくて見えます見えるか見えないよねですよねどうしようコメントで大丈夫ですかねなぜか拡大ができないのですいませんなんかあれかな HDMI でこの前言ってきたけど、うん、すみません、ちょっとじゃあ口頭でやる感じになって恐縮ですけれどもあの、まあ、今あの、えっと、マーケットも関心も高まっている海運株のヒアリングをしたあのメモをちょっと引っ張ってきていますとでこれは2月かな、2月の19に、まあ、自分はいつもここにその担当の部署と担当の,お名,前のかお名前を記載させていただいて下にまあ電話番号をつけるみたいな、まあ、そこはちょっとあの。 あれお見せするのもちょっと不適切かなということでちょっと加工というか、まあ、削除したりとか一部してるんですが、まあ、こういう形でやっていますとで自分が最初これ2月ぐらいなのでまだ、えっと、知識も曖昧であで不確かな状態の中でどういうあの事業をやってるんだろうあの収益構造になってるんだろうっていうところを理解するためにやっていたということです、まあ、なので特徴っていうことを放線大手3社 と比べながらおお話を聞でえっ、ー、とまあこの,あの川崎汽船 K ラインあのちょっとえっ、ー、と海運のちょっとこいつ知ってんなみたいな思わせたい時の,あのちょっとここネタなんですけど、えー、と世界的に、まあ、海運業って世界で活躍してますんで,で日本郵船のことをあの世界の海外の方々は NYK と呼んでいてで、えー、商船三井のことを MOL でなんかモルって呼ぶとちょっとその外国語で不適切なところがあるということでモルとは言わないと、だから MOL と皆さん呼んでください、モルって言ってたら、ちょっとこれ、にわかかなとかっていうのがあるかもしれないです。と、川崎汽船は K ラインというふうに言うというのがあります、でコンテナ戦車は1と呼びがちなんですけど ONE と,言うという話です、まあ、業界の方はそう呼ぶようです、まあ、そういうふうなここネタですね。で K、ラインの特徴 としてどういううういいものがあるんだろうという、まあ、あの総合海運業なのでいろんな船体を保有しているとでその中でも K ラインはバルクに強いよというお話を自分はここで頂戴していますでバルクって言っても、まあ、そもそも海運って言っても船体が違くて違う異なるレートがあるでかつバルクって言ってもバルクの中でも違うレートがあるんですよ船の大きさによってレートが違うんですね そまあハンディサイズとかあのケープサイズあのパナマックスとかなんかそういうのがありましてで国内のバルクの船っていうのは大きな船ケープサイズっていう大きな船を。 転がしていることが多い。あんなに大きな船を世界的に転がしているえっとドライ船の会社っていうのはあまりない。まあ、こういう情報をこの時点でいただいていたんですね。で、それぞれ違うインデックスがあって、バルチック海運指数っていう一言で終わらずに、バルチック海運指数の中でケープインデックスというのがある。で、ケープインデックスっていうのは実はそのえっと今年の年初とか また年大ぐらいまではかなりあのケープだけ全然上がらないという状態が続いていたんですね、なんか石炭とか鉄鉱石とかが全然動かない、まあ、昨年の年末から年初にかけて、全然景気が冷え込んじゃって、回復の余地がない、で逆にハンディサイズとかっていうのは、あの穀物とかをよく運んでいた。 でああいうブレインとかはかなり身動きが活発になっていて一時的にあのハンディサイズの方が指標が上がるまあ普通船が大きいサイズの方があの運賃ってのは高くなるべきなのに逆転現象が起きているとでこういうところって解消される兆しがあるんですかみたいなそういう話をいろいろ聞かせていただいてでかつまた細かな話で恐縮なんですけどそのケープサイズって言ってもスポットのレートに反映する売り上げと 中長期でもレートが固定されているものっていうのがあると基本的に大きなケープサイズとかっていうものになると荷主は基本的に中長期契約っていうのを好むのでスポットのレートっていうのがいきなり業績に反映することはない、まあ、こういうのをここであの極めて大事なポイントだと自分は思ってるんですけどその割合っていうのを聞くでケープサイズ8割ぐらいは中長期契約ですよという話がありましたでパナマックスは逆に34割はスポット ちちっちゃいい。船はスポットで動かすことが多いだからちっちゃい船のエクスポージャーが大きくたくさんあってでかつちっちゃな船のレートが上がっていたら恩恵がすごく出るということなんですが放船大手の場合はそういう構造にはなかったということですね。こ、うん、ういうのが分かる。でこれがまあ,あのこれだけはドライ船だけのお話なんですが。 またその,、えーと他のえー、船体の中で製品物流事業っていうのもあってその中に自動車と物流とターミナルこれ混ざってるとこれも分かりにくいよねとで自動車って何が強いのみたいなのを聞いたら、まあ、トヨタ向けにうちは強いですみたいなで、まあえー、日本初の自動車船作ったの実はうちだったんですよ運んだのうちだったんですよみたいなそう,いうあそうだったんですねすごいですねみたいなそんな話をしながら、うんでえー、と大事なあのコンテナ のとでそっか他社の話で言うと MOL は LNG エネルギー線に強いで a n y k っていうのは、ね、自動車線に強い。 まあそんな話もここで頂戴してますで大事なコンテナ船、まあ、ここの今の海運の業績っていうのはコンテナでほぼほぼ説明がつくっていう状態だと思うんですがそちらのところをあのお聞きする上で自分的にすごい大事だと思ったのはこれはすみませんデータが20年の3月末っていうデータなのでそこはあのえっとご注意いただきたいっていうところですけどあの船を転がすと言ってもその船は 自分で所有している船なのか借りてきてる船なのかで全然変わってくるということがあります。で、ケイラインの場合だったら20年3末時点で席数46転がしてるけど所有してるのは7しかない。で、3 9は洋船してると。で、これ洋船してるのを O&I にまたがししてるという構造なんですね。 昔その3社で共同で作ったあのあそれぞれがあの別個でコンテナ事業っていうのをやっていたのを共同で作ったで今構造的にはそれぞれもうこの下にあの M と N のお話も書いてあるんですけどそれぞれ、えっと、昔にレートがめちゃくちゃ高い時に要請契約してしまったものをあの自分たちは赤字をこきながら ONE には安く今の市況で貸すっていうことをやって。 ているのでずっっととと赤字になっていたといたうことがあるでもこれは要線契約っていうのは順次切れていくので今後どうなっていくんだろうっていうのを自分はあのお聞きしたら、えー、次からは切れた要線契約っていうのはあの ONE が直で契約してくるようになるからそこの影響値はなくなっていくというようなお話をこの辺でいただいておりますした。 ONE は所有船っていうのは一石もないってここの時点でこのあと確か発注とかしてるので今はちょっと状況が変わっているかなと思うんですが、うん、そういうような状態になっていくで今後考える上で大事なのは所有してる船っていうところは ONE に引き続きあの次の,あの中長期の契約が切れた時点でその今の地況に合わせたレートでおそらく要船することになるってなるとオーナーになるわけですからその。 船会社からすると要請料っていうのをかなり巨額の要請料をもらえる可能性があるということも、うん、大事な特質するポイントなのかなという気がします逆に要請が切れたやつはあの、うんま、直契約に切り替わるのでそこはもう、えっと、業,業績上こう動くところではなくなってただ ONE が出した最終利益をも持ち分法で取り込むっていうだけになる。こ、うん、こういういい話をこの辺で聞いて おります、うん、だからここか、コンテナ船の保有について、えー、保有状況、今の自分の解釈、こういうことだというふうに考えているけどこれでお間違いご認識、お間違いないでしょうかみたいな話を聞かせていただいて、うんあそうですね、これから契約切れたら更新はしないのかと、まあ、直契約をしていくようになりますよということ。 あと、海外、マスクとハパックロイド、これがまあコンテナライナーの世界大手になりますが、こちらのガイダンスと比べて、K ライン保守的じゃないのかみたいな、そういう話とかをさせていただいたりとかですね。うん多分キリがないので、まあ、こういう流度のものが、もうこのぐらいの物量でありますという話ですね。うんまあ、キリがないので多分、たぶん、こんな感じで自分は。 ヒアリングをしてで収益構造っていうのを解,解き明かすみたいなことを考えて、えー、やらせていただいてますという話でした。また長くなっちゃうとね、そうですね、危ない危ない。あの沼にはまりそうだったあと,あと13、4分ぐらい。全然ないじゃん。<laughs> じゃはい。それが IR です。で、バリエーションの検討という話があります。えっ、ー、と、11番ですね。バリエーション、すごく大事です。で、バリエーションは前回も、あの、 えっと、強調してお伝えしたのが、丸八番の競合比較というのは、あの、極めて大事ですよというお話をしていて、それはなぜかというと、 この A という会社がいいというのは競合他社と比べるからよあの初めて A という会社の良さが浮かび上がってくるとで比べる対象は多ければ多いほど一番いい会社というのをあのえ選ぶということがあの可能性として高くなるということなので競合と比較するというのはバリエーションを検討する上でもすごく大事ですという前置きをさせていただきながらじゃあ比較にどういう物差しを使うんじゃいというところ何を持ってこっちの方が安いとかっていうのっていうお話があると思います。この えっと、値段を測る物差しというのを自分は今今日ちょっと3本用意させていただいていて1本目が PER まあこれはもう言わずもかなで皆さん使われていると思いますで投資家の間でも株結局 PER っていう言葉が <laughs> あのちょっと流行ってるっていうかまあ、うん、時折こう耳にするような言葉でして、うん、まあどんな会社でも仮にですよ p r 0 PR ですよ。PR1 倍みたいな会社があれば、まあ買いますよね、誰だってね。1年で回収できるわけですからね。EPS と時価総額一緒みたいな。まあないですけどね、そんな会社は。というぐらい、極の言えば PR が低ければ、どんな事業だってほぼ買えるということになりうる。まあ事業によってフェアバリューとなるような PR っていうのは違うっていうのは当然気をつけなきゃいけないんですが、その中でも同業と比べて PR 低い。 でも PR が低いっていう低く評価しなきゃいけない理由っていうのがあるのであればそれは低い、まあ、これだから低いんだよねとなるんですがないよということであればこれはチャンスかもしれないというふうに考えるので、まあ、1番の物差しっていうのは PR で2番の物差しで PR っていうのは欠陥がありましてバランスシートのことを何も考えていないということがありますなので自分はそこを補完する意味でも EV、まあ、企業価値と呼ばれてる EV 割ることの EV i t d a いうのを見ますでここの2つを見ることによってまずその,の概念っていうのを取り込むことができる見た目上の PR っていうのが低いとしても仮に準有利地負債がかなり多く積まれているのであれば EV は高くなって本質的な PR っていうのはもしかしたら今見えてるよりも高いかもしれない、まあ、こういうことがよくあるのでここのチェックっていうのは、まあ、実はその個人投資家の方ってあんまりここの。 うん、PR は見るけど EV とかその負債の状況っていうのは見ないってことが結構あるかな、まあ、そこってちょっとした落とし穴にもなって株価上がったとしてもまあファイナンスするっていうこともありうるかもしれないしとかそういうのを考えると EV っていうのを見る。 っていうのは大事でそれを悪コことの E ビッタをするっていうのは何かというと同じ営業利益だとしてもあの E ビッタで見ると、まあ、同じ営業利益10億の会社だとしても片屋は E ビッタで見ると20億出てるこの場合だったら E ビッタ20億出てる方を評価しなきゃいけないですよね。ででも PR ではそういうよういいいよななな評価になっていない のでイービッタを見る、E ビッタの中には、そののれんであったり、原価償却、まあ、こういうところが入ってるので、成長するための,あの投資っていうのを知って上でで、E ビッタを高く出しているのであれば、そこはもう評価したほうがいいということなので、自分はそこを見ていきます。これが2本,2本目の物差し。で、3本目が、あ聞いちゃった。あの、株主還元ですね。あの、今、特,特に今のマーケット環境でいうと、 あの配当正義みたいなあの言い方もできまして配当を出せば買われるということになってますねまあ、うん、多分 7%8% とかっていう配当をあのガイダンスで出してくると買われるんでだ,だんだんと5%金棒ぐらいにあの、うん、落ち着いていくみたいなことになるので最終的にその、うんとまあ、株は買って上がらなあしゃあないんで。 配当っていう形で利回りどれぐらい出してくるんだろうっていうのを大事に考えていますそれはもう EPS が同じだとしても配当成功が違うと配当利回りが変わってしまうので変われ方も変わってしまうっていうところなので物差しの一つとして今のマーケット環境だったら少なくとも入れなきゃいけないかなと思ってますでちょっとこの途中での,あのんと注意喚起というかあくまでもこれって今自分が考えてることに過ぎなくて この今自分が考えていることが100点だとも全く思ってないですし多分間違いもかなり含んでいるっていうふうに思いながら常にこうアップデート改善っていうのをしているまあそういうような目線で皆さんも聞いていただいてここ違うよと思ったら別に聞き流していただいてあこれそうだなと思ったところだけをこう使っていただくとかそういうようなあの、うん、とお話のご参考にしていただき方がいいかななんて思います。 で今のがあの値段を測る物差しということなんですけどもう一つ物差しとしてクオリティを測る物差しというものがありましてまあ値段が出てあとその物のがいいその物の,の質とまあコスパですよね物の,の質と値段っていうのを比べて物の,の質がめちゃくちゃいいのに値段が安いこれが一番おいしい株ということになります。今最初に言ったのはお値段 を測る物差しのしお話ですで次はそのものが本当にいいのかどうかということを考える必要があってそちらを測るもの差しもこちらも3本ありまして、まあ、これはもうサクッといきます成長性収益性継続性だと自分は思ってでますで、まあ、成長性なんても売上成長率とか EPS の成長率とかで収益性はもう粗利益率とか営業利益率、まあ、フリーキャッシュフローマージンであったり とかあとまあ継続性でいうとこれはちょっと定性的な判断によるものがかなり大きいかなとは思うんですがまあビジネスモデルであったりとかそういうところを見に行ってこれってあの今の一瞬の利益じゃなくてこう継続性のも評価していいよねということを自分の解釈として加えてあげるまあこれが定性的な判断もどうしても多分必要になってくるかなと。 これがだいたい自分が考えるそのバリエーションの検討、まあ、これをもういろんな会社の中で比較検討を比べていくということを11番でやります。うん、で12番で、えっと、そう分析シートみたいなところ、まあ、前回もあの軽くお見せしたものがあったと思うんですけど、まああいうものを、まあ、今もお見せしようかと思ったけどちょっと時間もあるし一旦そうですねあの、うん、そういうものを、えっと、必要あれば作るっていう。 ぐらいですねそれに固執する必要は全然なくって、まあ、なんでシートを作るのっていうとここの収益構造とかをしっかり理,理解するために整理の一環としてシートを作るということなのであんまりそ,そこのシートを作るっていう作業を目的化する必要はないのかなというのは自分はちょっと思っています。 で、13番で、あの、うん、妥協なき情報収集ってことですけども、まあ、考え得る限りのことを尽くして情報を入れる。で、これを、えっと、何のためにじゃその情報って入れる必要あるんだっけって考えると、まあ、自分の中で答えがあるのが、まあ、結局その個別株で選ぶってことは、マーケットを上回るリターンを自分は得れるんだという確信のもと、投資をしている行為だと自分は理解をしているので、まあ、そうではなければ、インデックスに投資すればいい。 いう話になるのでそうじゃなくてマーケットよりも何らかのアルファがあるぞととといううころだと思うんですねで。そのアルファの源泉って何から生まれるかというと、まあ、自分はあの他の人が知らない重要な事実とかを自分が知っているという状態が多分アルファが生まれている状態だというふうに解釈をしているのでそ,れをその域に行くためにはインプット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 もうとにかく情報を入れる入れる入れるで誰よりも詳しくなる。 当初で一番その銘柄について詳しいっていう状態は日本で一番まあひいては当初にいる投資家の中で一番その銘柄についてアルファが取れる状態にいるというふうに言い切れると思うので自分はなんかおすすめとしてはその一銘柄まあ全銘柄やるとかなり時間もあのうんない限られてるのでできないかもしれないけどこの銘柄については自分以上にアルファ取れる人はいないぞっていう 息まで深掘りをもしできたのであればその銘柄だけやってれば多分ずっと儲けられる気がしますここの日にこういう決算を出してきていておそらくこういう人事異動があったからこういう新規事業っていうのをもしかしたらやってくるかもしれないみたいなまあ、そういうところまでもう本当に知り尽くすことが可能なのであればその域に行けるのではないかとなのでそのためにもこう情報収集をしなきゃいけないで、ちょっとツイッターで言ったんであのまあ、深い情報を得るために やることっていくつかあると思うんですけどこれまた時間があれなので端折っちゃいますが一つの例としてなんか専門誌とかえっと業界誌とかそういうものを読むっていうのはちょっといいかなとまあ自分は海運とか勉強するのにそういう海外の専門メディアとかあのまあ国内外問わずそういうことをまあ読み漁ったりとかしましたし今ちょっとその資源とかエネルギーとかかなり興味を持ってましてこのなんかエネルギーフォーラムっていう。 うん、なんか団体かなうん。のまあ、この中に、 えっとまあ、今後のエネルギー戦略、まあ、日本の戦略世界はこうしてます日本はこうした方がいいんじゃないですかとか、まあ、今その正解が揺れていますのでそれがきっかけに多分エネルギーってかなり変わってくるでここの変化っていうところにあのたた多分に自分はアルファが含まれているのではないかと思っていて目をつけているんですがこういう専門誌でちょっとエネルギーのところって気をつけなきゃいけないなって最近思ってるのがあのメディアによって結論のつけ方がちょっと違くって。 このメディアは再エネ推進派のメディアなんだな、まあ、何が起きても大抵再エネに落とすでもこっちは違うんだなとなんかバランスが大事なんですみたいなそれぞれメディアの色があるのでなんか鵜呑みにしてしまうともう再エネもう再エネがこそ正義でそれ以外は全部悪みたいなことになったりとか、まあ、いろんなメディア、まあ、これはもうメディアだけじゃなくてツイッターとかもそうだと思うんですけど特定の人だけから情報を得るっていうのはかなり危険です。 いろんな人から得る。それも国内外問わず得る。みたいなことをやると、どんどん自分の知識も重層化していって、うん、厚みが増してくる。まあ、アルファが取れやすくなるというふうに思います。で、14番、カタリストみたいなところで言うと、えっと、カタリストって何かっていうと、自分は、銘柄投資するときに自分最近言ってるのが、あのメガネ女子銘柄。 を狙ってくださいみたいなことを言ってるんですけどなんかわかりますなんかニュアンスちょっとはい <laughs> ごめんなさい <laughs> ひ引いてないで引いてないですか<あ>大丈夫ですか <laughs> あのどういうことかっていうとまあクラスの中でちょっと地味めなメガネのスカート長くて黒髪でなんかちょっとあんまりこうしゃれてないようなメガネつけてるみたいな子がいるとまあ後ろの席の方にいるでもその子がメガネをパッと外した時にめちゃくちゃ素顔が可愛いみたいなそうなると 株は上がるんですよこの振り幅がサプライズが多ければ多いほどこうあの株が上がるっていうふうに自分は思っていてめちゃくちゃ美人な人がいい数字とかいい結果出してもまあそりゃそうだよねと、まあ、キラキラ銘柄だからキラキラの数字出してもそりゃそうだよねというふうになっちゃうんでいかにこの数字を出さなそうな人が数字を出すかまあ、ここにアルファの大きさっていうのがあのこの差分が多分アルファになるので。うん そこを自分は考えてるんですけどそのカタリストっていうのは眼鏡を外す瞬間ということだと自分は思っていてでそのつ眼鏡を外してすごくきれいだったとあ,あ,のあんな子だと思ってたのにすごいきれいだったというサプライズ具合が大きければ大きいほど上がるので眼鏡を外す瞬間すなわち自分の中で一番多いのはやっぱり決算決算のタイミングで眼鏡を外す皆さんは外すのでその時の素顔が一番きれいなタイミングっていうのを考える。 ということをやってますこれはもう自分の中でその期間利益の極大化っていうのも狙ってるからこういうことも考えているということですね。10年で2倍取るより 2, 倍2年で2倍取った方が資金効率もはるかにいい当たり前ですけどね。うん、まあ若いうちにあの、うん、まあまあいやそれは、うん、そういうことを考えてるのでカタリストも大事ですみたいな話です。で15番の受給の確認っていうところは、えっと、カタリストが出てきた時にこのカタリストで えっと本当にあの今の受給,受給環境によってそのカタリストによる株価の反応っていうのが全然変わってくるのでそこもマストで自分はチェックしています例えば信用残高であったり瓦売りの残高であったり期間の大量保有であったり大株主がもしかしたら売却してくるかもしれないであったり新株予約権がもしかしたらあるかもしれないとか未消化の分、まあ、こういうことを考えていくということですね。 でそれぞれがあのこの材料が出た時にこの需給悪いとしても跳ね返すことができると思うのであれば強めに勝ったりするしということです。でここでの需給を読む上でのポイントっていうのを自分も投資家の方からヘッジワンドにもともといた人に教えてもらったのがこの銘柄に生息してる投資家は誰なんだろうっていうのを考えるのが あのいいかもしれないですねみたいな話があって自分の中ですごい腹に落ちたんですけど例えばバリュー株みたいなあの銘柄でまあ配当利回りとか PBR で買われてるような銘柄があったとするとその銘柄っておそらく1割強から2割ぐらい上がると売ってくるんですよなぜならバリューの人たちはそれが割安だと思ってたんですけど割安じゃなくなったら売ってくるんで理由がなくなるから持ってるってなるとアップサイドって多分2割ぐらいしかなくてそこでいきなり需給が重くなる。 でも逆にハイグロースみたいな PR100 倍みたいな人たちこれが上に10パー上がっても売らないんですよなぜならそこは100倍が安い別に高いとか安いとか思ってないんでそこが全然違うんでその銘柄によって生息してるあの投資家が違うっていう視点を得るっていうのはめちゃくちゃ受給を読む上で 大い事だと自分は思いますこれも国内の投資家がいるのか海外の投資家がいるのか年金みたいなちょっと息の長い投資家がいるのかこれでも全然違いますだから誰がいるんだろうここにっていうのを考えるのは受給を読むうえで極めて大事です。 そこを,あを最後に点検して16の投資に至るんですけど投資に至るところもちょっとまあ簡単にポイントだけ言うと自分はロットの管理っていうのはすごく大事だと資金管理とか、まあ、生き残る上ですごく大事なポイントだと思っているのでロット管理の方法として自分はもうあのロットの量をおおむね3段階に分けてます。打診で買う量サブで えー、保有する量、コアにして保有する量みたいなものをそれぞれ、まあ、例えば1000万を、えー、と打診にして、サブを5000万にして、コアを1億にするみたいな、まあ、こういうふうに分ける、まあ、そうすれば、あのまあ、ロットどのくらいにしようかなみたいな迷いもなくなったりしますしで、確信度が高まっていけば、打診だったのをサブにして、サブだったのをコアにするみたいな、こういうこともできるので、こ,こ多分資金管理する上でこう、財布の大きさっていうのをそれぞれも、もともと決めておく。 でそのルールに従ってあの、ロットを入れていく。まあ、こういうことをやればあの、変な事故が起きなくなるので、いいかなと思います。で、あと、その投資するときに、銘柄に、投資する時の条件として自分が考えているのが、これって2倍に上がるんだっけっていうのを考えてます。2倍に上がると思わない銘柄には投資をしないというふうにしています。で、それは、あのひ,ひっくり返して言いますと、逆に言うと、今でももう半額に見える銘柄。 っていうものに投資をするでこれってリスクが極めて低いということなんですよね。半額なんでもう半額の半額ってほぼない、まあ、だからそこを見誤ることは多々あるんですけど、自分の感覚だとこれはもう倍ないとおかしいって思われるぐらいの銘柄じゃないと投資しない、10%ぐらい、20%ぐらい上がるとかは投資はしないです。それってマーケットの あの上下で10パー20パーって簡単に動く減ったりするじゃないですか暴落来たら10パー減る20パー減るとかっていうことがよく起こるので自分の中であその安全弁としてもうその2倍取れるっていうふうに考えるものしかやらないっていうのはそのリスクをこう減らすっていう上でもいいかなと思って自分はそういうのを実践してますまあこういうのを経て投資に至るということですごめんなさい長くなりましたやばい5分しかないはい、はい、ありがとうございますあの、えー、とじゃあ えー、質問が来ているので、はい、質問コーナーの方に移りたいと思います。はい、えとちょうど今、最後に井村さんがお話しいただいたあのようなところに関連しているところがあるんで、あれなんですけど、まあ、どのように資産配分しながら投資していきますかみたいな話があったんで、まあ、それに対して、はい、難品とか買い増しとかっていうことはやってくんですかあや,ります全然やります、それもさっきのお話と一緒で、3つのえっと財布があって、それはもう、えっと、コアにしたいなと思ったら、難品する。 ということになりますね。はい、でも違うなと思ったら、その不容意に難品するってことは絶対やらないです。そう自分のアイディアが間違ってた可能性がすごい高いので、うんうん、その下に下がってくるってことは見誤ったんじゃないかということで徹底的に調査します。逆に下がってるやつは。さっきおっしゃした完璧ではないので常にそれをはい、はい、あれなんですかねアップデートするということが大事っていうことなんで,す、ね、ですね。自分の分析が間違ってるってことを常に考えてます。えっと続いてちょっと順番割れなんですけど。えー 例えば。 あのアルファを強調されてたんですけども、井村さんが見つけたアルファが、実際に決算の数字になる前に、もう株を購入するか、それとも数字にある程度、現れてきてから購入するんですかという言い方、ご質問があるんですけど一番狙ってるのは数字に出る前です、まあ、そこが一番アルファが多い状態、まあ、数字に顕在化すると、その分、アルファは減ってるはずなので、うんうん、そこを常に取りに行くようにあの心がけてはいるんですけど、そうはうまくいくことって、あのなかったりもするという話でもあります。うんうん、はい えとあとはそうです、ねえーと、先ほどの,その受給のところの話も面白かったと思うので、はい、ある銘柄に個人が生息しているのか機関投資家が生息しているのか、はい、えとどんなところで判断する見るっていうことなんでしょうかねっていうちょっと質問があ,それはもうあの。 会員個人か外人かというと多分外国人持ち株比率とか見ればいいですし、うん、UFO に見れば金融機関がどのくらいで個人がどのくらいでっていうのも比率で分かれて出てるので、うん、その辺を見るとか、まあ、あと、IR ヒアリングとかで機関との、えっと、101ってどのくらいの頻度でやってますかとかって自分はよく聞いたりしていて、うん、でその国内と海外とか機関ってどのくらいな感じですかとかって聞いたりしてそこの。 あの株に興味を持っている主体ってどういう割合なんだろうっていうのを考えるようにしてますねあとはさっきあの PR のお話のところでこう BS の方を見てないっていうお話があったんで多分そこからの関係だと思うんですけど、はい、えと有利子負債よりも利益剰余金が大きいそれ,あ<ー>それから自己資本位率を見るこれが資産状況検証になりますでしょうかっていう質問なんですけど。 えっと利益剰余金を見るのは多分配当がどこまで出せるんだろうみたいなことを考えるのにあのすごく大事なのでそこを見たり特に経営ののライン川崎汽船についてはそこの問題がクリティカルな原因になっていたので配当を出せるか否かあそこは細かくあの計算をしてえっとヒアリングでもさせてもらったりまあ ONE からの配当っていうのは剰余金まあマイナスのところの剰余金の補填されるんだとかまあこういうことを考えたりするのでそこも見たりしますが一番やっぱり 見るべきは、準有利主催かなというふうに思ってますね。はい、はい えとあとは投資判断を間違えたと判断する場合の基準とかトリガーっていうのは最初から設定されてるんでしょうかごめんなさい、自分も楽観主義者なんでこれは自分の間を100点だと思っていつも買っちゃうので <laughs>、まあ、倍取れると思っちゃってるから <laughs> なのでその時点では歌詞に気づいてないことが多いので後から気づいてあこういう解釈もあった、まあ、いろんな人と意見交換させてもらったりいろんなちち違う視点で見たりとか、まあ、バイアスがかかっちゃうっていうのを自分 自分で自覚してバイアスなしで情報を見るっていうふうにどうしても選択的注意でいい銘柄だっていう情報ばっかり集めたがっちゃうんだなと人間はとそのバイアスがあるんだなっていうのを自覚して違う情報を取りに行くということをしてダメだと思ったらやっぱりあのうん損切りっていうことになりますね。あと今、倍の話が出たんですけどこのタイムホライズンですねだいたいどのぐらいの期間で倍、2倍が。 価値があるという,う、はい、いう意味なのかな、<す>今の時点で2倍価値があると思うものを買うので今の時点で2倍価値があるというものを買うんですが、それの水準訂正および成長で倍,倍に上がるという、まあ、時間軸の考え方は2年から3年というふうに考えてますね、こ、うん、の顕在化するのが2年から3年で起こるのではないかと思ってますね。あとは えとロット管理の場合、その流動性を考慮しますか、うん、まあ先ほどの,その <laughs> 海運のように大きい株もあれば、いいね、中古型もあると思うんで、はい、そのあたり、どうでしょうか。はいはいえっと 曖昧なな答えになるんですけど考慮するようでしないみたいな不思議な回答で申し訳ないんですけどどういうことかっていうと流動性のリスクっていうのはその分、流動性がないからこそ安くなってるとも考えられるんですねなので、これが今割安だなと思って流動性のリスクって取りたくないなって思うかもしれないけどファンダメンタルズが堅調で今後数年でこういう業績に当たるんで流動性がもしこういう業績になると流動性が急に生まれるタイミングが来る。 っていうふうに思うのであれば自分は積極的に流動性のリスクを取りに行きますなるほどそれも先取りして流動性のリスクが外れるとその分のあのバリエーションが上がるということになるので、うん、そういう意味ではリ,リスクを取りに行くんですけど逆もしかりでこれは違うなと思って、うん、リスクさすがに取りないなと思ったらとあの取らないとかいうこともありますだから曖昧な感じですはい。なるほどえっとまたそれからえっと、ロッド ロットについてですけど、またこう質問があって、変更するタイミングとかきっかけっていうのは、どんなものを見て、ロットっていう概念に変更するんでしょうか悩ましいですよね、いや分かります、このご質問した方もそうなんだろうなと、うんとね、衝動的です、自分衝動的そこに関してはあの、だからこそこの財布を分けてるんですよ、ね、なるなるやっちゃうんで、自分は。最初けけとけば、まあ あですですで最初は打診かなと思ってちょっと調べてめちゃくちゃいいじゃんと思って一気に主力にするっていうことも自分は知ってしまいます、うんうん、ただ、そこの歯止めが効かないと破滅するので財布の上限っていうのを3つに分けておくとそこのリスクっていうのをあの減らすことができるのかなというふうに考えてますいい質問でしたね。 えー、アルファを意識していても市場の評価が遅すぎて待ちきれないこともあると思うんですけど基本的には市場への評価が見込まれる時点での買いになるのでしょうか分かった時点での買い、まあ、分かった時点で買ったらあんまりアルファじゃなくなっちゃうってことなんですか、ねですねえっと、まず、うん、っとカタリストとかという話と結構、うん、あの同じような答えになると思うんですけどここの時点でその、えー、アルファが消失するのではないかっていうのをもともと考えた上で投資をするので。 うん、そこはもう期間利益の最大化、まあ、いつか来るよねでは投資をしないということですね、その希望的観測ではしないなということ、ばーってあの、アルファが解消するフェーズっていうのが一気にこう進むときがあるんですね、何かが顕在化して、いきなり割安ってやつがフェアバリューとか割高圏まで上がるっていうのは、何かきっかけ一つでばーってなったりするので、そういうタイミングで後から乗りに行くっていうのはあ,るありますね。何かが顕在化してきたけど今の 時点のストップ高の20%上ぐらいだったらまだまだ眠ってるアルファっていうのはその上50%あるよねみたいなことであればそこから入りに行くとそれは効率的だったりもしますね顕在化してるタイミングなのでなるほどなるほどえっとそれから EV、まあ、EV ビ,ビッタの話がありったんですけども、それで割安を把握されてるということは、EV の将来的な数値はご自身が経営者の立場で売り上げや店舗数の伸びを想,想定し、将来的な EV を考慮,し考慮し、今は割安という判断をしてるんでしょうかという、ここもすっごい難しいですね、うん、流派によるんですよね、多分 DCF みたいなことをイメージされておっしゃってるんだと思うんですけど。はいはいはい 自分は今の、うん、と今のアルファっていうのを見てるので将来価値をいくらかっていうのはすごく難しい議論かなと思っていてうん自分はだからさっきの,その3つの物差し出したじゃないですか PR と。 EV ビットと配当利回り、これをなぜ出してるかというと、配当利回りって今のバリエーションですよね、今10%だったら今安い、今安い方がいいに決まってるので、将来価値から割り引いて安いって言ったら、もう結構な会社が割り安いんですよね、じゃなくて今安いやつ、今緊急で買わなきゃいけないやつっていうものが一番買われやすいので、自分はそういうような感じで見れますね。はい えっと、ちょっとですね、ちょっと時間の方が残念なんですけど、そろそろ終わりになってきてしまいまして、すみません、ちょっと Q&A の方は、今の質問で最後とさせていただきます。 えー、井村さんあの 2>,、はい、2回にわたってです、ね、非常にあの参考になる話あ、私はすごく皆さんの参考になったんじゃないかなと思ってまして、ありがとうございました。はい、あのご都合があればです、ね、またあのぜひぜひお越しいただきたいなと思っておりますので、じゃあ、井村さん、全国の個人投資家の方に何かメッセージとかエールを送るなり、なんかちょっと一言、最後にお願いできますか。自分はあの投資を本当にこなく愛ししてておりましてで皆様 まあ自分が思ってるのはどういうそうしてどういうものかっていうとなんかお金を稼ぐっていうと得てしてこうあのなんか汚いものみたいな印象もあるかもわからないんですが自分の中では。 まあこれもなんかいろんなところで言ってるんであれなんですけど株式市場は欲の浄化装置であるというふうに思っていて、まあ、マーケットで企業の価値っていうのがついてるからこそ、まあ、企業はそこで資金調達もできるであろうし、まあ、そこの値段を見てスタートアップとかが起業したりとかすると、まあ、あの新たな産業が生まれたりするというところになっているので、まあ、皆さんその負い目とかを全く感じて ずに利益をあの出すということを頑張っていただきたい。も、ま、う、あ、それが引いては社会の発展につながっていくんだというふうにまあ当たり前ですけどそのルールにのっとってということですけど、うんのであの胸張ってあの稼いでくださいというところを思ってます。はい。ありがとうございます。あの投資家と企業で一緒にいい世界、いい未来を作っていきましょうということですね。うんはい、本当に井村さん、はい、どうもありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。えっと、お願いします。失礼します、えっと。それではこれでブリッジライブセミナー終了。 いたします